本日が7月7日七夕、はい、月曜日、はい、お時間が午後3時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。七夕というのに、はい、残念なことになっております。ええ、僕子供の頃から七夕が晴れた記憶一回もないですね。まあでもなんかね、はい、多い気がするね。あの雨とかね。ですよね、うん、天の川を見た記憶が一回もないですね。見れんのかね、そもそも東京とかでさ、天の川って。何年か前に、うん、七夕じゃない時なんですけど、うんうん、富士山登った時には、あ、はい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 、あれが天の川だみたいなことは見たいような気がするんですけど、うんはいはいはい、普通のこういう平地に暮らしてて、うん、天の川を見た記憶はないです。そうだよね、だって別に7日以外にもね、そうそう、あるはずなんです。多分もう東京は夜明るすぎて見えないんじゃないですかね、うん、ね、ね、うん、特に七夕なんて大体梅雨時期ですもんね。そうだね、梅雨もまあ終わりになろうかというぐらいの時期。そうですよね、うん、今年でもちょっと梅雨らしい梅雨ですよね。結構降ってません、なんか。そうそう、ただ、はい、やっぱちょっと前までのあの何て言うんですか、ゲリラ豪雨的な感じから、はい、この 1,2 週間がやっぱ梅雨っぽくなったかなっていうような、う、ね、なんかしとしと降ってる感じがして。そうそう、うん、去年の梅雨があっという間に終わった記憶があるんですよ。なんか、あ、そうだったんでしたっけ。なんかすごくこれもう梅雨じゃないんじゃないの、うん、って言ったらやっぱり梅雨明けましたみたいになってて、例年より相当早いみたいなイメージが僕あったんですけど、うん、今年はまだまだもうちょっとね、うん、もう十分降ってんじゃないですか。そうなんですよね。よく僕大体ほぼ毎日傘持ってきてるような気しますよ、うん、いや稽古来るときそうだよね。だしさ、やっぱ一時期の豪雨を見てたらさ、ね、やっぱもう念のため持っときたいなって思うよね。そうなんですよ、だから折りたたみやつにリュックの中入ってて、うん、で降ってたら別に長い傘持ってきてみたいな感じになってて、一、うん、回何の時だ、あれだ、あの梶本の客演を見たときに、あ、はいはい、芝居中に停電が起きるぐらいの雷が鳴って、あ、千秋楽の日ですね。千秋楽の日に行ったら、はいはいはい、ラストシーンの残り2分くらいのところで、うん、停電して超びっくりしましたね。ね、最初音が、雨の音が聞こえてて、うん、あ、ここで雨の音が鳴る SE なんだと思ったら、うん、雷ダカラーッて、もう凝った SE だなと思って聞いてたら、急に照明パーンってなってて、あ、消えたと思って、あ、本当の雨かと思って、はぁと思って、まあそことなく復帰して芝居はつつがなく終わったんですけど、うん、もうロビーに出てみたらもう外がブワーなってて、もうみんなロビーから出られずに。そうだよね、立ち往生ですよ、うん、バラシ大丈夫だったのかなと思いながら、あ、すごかったですね。そうだね、あんな中歩いたら一瞬でびっちょびちょですよね、傘差しててもね、傘ダメだよね、うん、風とあと跳ね返りとて、うん、あれは本当にきつかったですね。これからもまだね、うんうん、ちょっとあるかもしれないんでね。そうですよ、はい、ちょっと皆さんお気をつけください、はい、もうすぐ夏休みになりますけど、そうなってからもね、ちょっと、ね、うん、出る時には気をつけないと、ちょっと思わぬ事故とかにもありますので、はい、お気をつけください、はい、というわけで何からお伝えするかと言いますと、こちらです。ピャン、キャラメルボックス2014サマーツアートゥルース、こちらがですね、東京公演が7月26日土曜日から8月17日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらは今どんな状況でしょうか。はい、まだ全ステージご予約いただけます、はい、まあ、比較的混んできているのが、8月2日土曜日、18時開演のステージ、はい、これ今トゥルースですよね。そうです、はい、8月3日日曜日13時の回、はい、8月9日土曜日13時のステージ、はい、あとは最終日ですね、17日日曜日13時開演のステージ、はい、このあたりはまあ他のステージと比べると混み合ってきておりますが、うん、まだ一応ご予約はいただけます。はい、よろしくお願いします。お願いします。続いてこちらが同時に上演されます、はい、バン、キャラメルボックス2014サマーツアープレミアム涙を数える、こちらがですね、7月30日水曜日から8月16日土曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらはどんな状況でしょうか。はい、こちらもですね、まだ、全ステージご予約受けたまっております。はい、こちらも比較的混んでいるのが、8月2日土曜日13時開演のステージ、はい、あとですね、3日日曜日18時の回、はい、まあ、土日ですかね、9日土曜日18時、はい、
10日日曜日13時、はい、16日土曜日13時、はいはい、中でもこの2日土曜日と16日土曜日、こちらのステージが極端に混んでおりますので、はい、ご注意ください。はい、このトゥルースは、何年ぶりだ、2005年だから、はい、9年ぶり、9年やったんですね。はい、で涙かずら新作、はい、満を持して日本でたんですけども、あの東京公演まだまだ、はい、まだまだいいお席がたくさんあります。特に平日、はい、まあ、ちょっとね夏休み入ってとかなんでね、まだ予定立てられないなって方が毎年そうなんですけどね、うん、こう絶対損はさせない試合で作りになってますので、こっちのね涙を数えるも僕まだ見てないんですよ稽古、はいはいはい、1回も。でもそう達也さんとかに聞いたら読み合わせの時点で結構面白いって言って、うん、はあ、こうなるんだみたいなこと言ってたんで、多分いつも言うことなんですけど、どっちか見たらどっちか見たくなるんじゃないかなってすごく思うんですよね、うん、はい、だからぜひぜひ関東近辺にお住まいの方はこちらの2作品どうぞよろしくお願いします。お願いします。そして関西の方にはこちらトゥルースが大阪公演があります。はい、大阪公演は8月21日木曜日から25日月曜日までサンケイホールブリーゼで行われます。こちらは今どんな状況でしょうか。はい、こちらも全ステージご予約いただけます。はい、こちらも比較的混み合っているのが、8月22日金曜日、19時開演のステージ、はい、あと23日土曜日13時開演のステージ、はい、と24日日曜日14時開演のステージ、はいはい、まだ、ただ1階の席もまだ残っているんじゃないかと思います。若干後ろの方であると思いますが、はい、はい、土日昼の会という方、お早めにご予約いただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、こちらトゥルースはもう、まあ、過去2回やってて、うん、その時も盾が結構激しいお芝居だったんですけど、うん、今回はあのアクションクラブの武田浩二さんが盾つけてくださって、うん、またね、うん、一味違う過去とは。ちょっとね、噂に聞きましたよ、はい、栄之助切りつけるシーンとかがです、ね、ものすごいことになってるっていう、はい、ちょっとなんと言ったら言えないんですけど、うん、はいはい、はあ、そういう風にするんだって、うん、なるほどね、そういうやり方もあるんだねっていうのがあってね、もう結構盾結構見どころだと思います、うんうん、今回でキャラメルボックスの精鋭が盾できる精鋭が揃ってますんで、はい、でこちらの涙を数えるの盾は見てないんですけど、それを見る考えると、うんうん、こちらもものすごい期待できるんではないかなって。でこっちトゥルースより盾が多いという噂を聞いてます。うんうん、回数、そうかもしれない、はい、ボリュームがちょっとわからないんですけど、うん、回数で言ったらシーン的にはこちらの方が多いというふうに聞いてて、またこちらもちょっと手に汗握る盾が繰り広げられてるんではなかろうかと思いますので、盾好きな方、はい、あと時代劇好きな方あの知り合いにね、時代劇好きな方いらっしゃったらね、うんうん、ぜひぜひこの幕末の、うん、超なんていうんですかね、若者たちが、うん、苦悩しながら時代を切り開いていく時の話なので、うん、ぜひぜひこちらの方よろしくお願いします。お願いします。続きましてこちらですね、バン、キャラメルボックス2014グリーティングシアター無伴奏ソナタ、こちらがですね、順番にいっていきますね、はい、まず東京公演から。東京公演は9月26日金曜日から10月1日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらの前売り開始は7月26日土曜日、となっておりますと。で続いて三重公演です。三重公演は10月5日日曜日に三重県文化会館中ホールで行われます。こちらの前売り開始はすでに始まっております、はい、始まりました。7月6日日曜日、はい、昨日始まりましたね、はい、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。その次は名古屋公演です。名古屋公演は10月8日水曜日と9日木曜日に名鉄ホールで行われます。こちらの回り返しは東京と同じ4月26日です。で続きまして大阪です。大阪公演は10月11日土曜日から13日月曜日まで森の宮ピロティホールで行われます。こちらの回り返しも4月26日。そして次が新潟公演です。新潟公演は10月25日土曜日にリュートピア新潟市民芸術文化会館で行われます。こちらの前売り返しが8月23日土曜日です、はい、そして最後ですね、はい、最後岐阜公演です。岐阜公演は10月29日水曜日に大垣市スイートピアセンター文化ホールで行われます。こちらの前売り返しは8月1日金曜日となっております。はい、全部で6会場、されてます。たくさん行きますね、はい、三重県がすでに始まったですね、はい、こちらはキャラメルボックスでは取り扱いがないんですね。そうなんですね、はい、はい、だから
キャラメルボックスの一番早い取り扱いが東京公演。あ、そうです。と名古屋、名古屋、大阪、はい、が同時に始まるということですので、ね、2年ぶりに伴奏ソナタやりますね。いやもうこれはラストシーンがやっぱ役者やってた中でかなりグッとくる、うん、そうですよね、ラストシーンで、うん、ね、あーこの場にいられて幸せだなと思えた作品なので、うん、皆さん本当にこう客席と舞台上が一体というのがまさに、言えてみようだなみたいな、うん、その通りだなっていうようなお芝居になりますので、まだ見てない方も見た方も、はい、またあの時の、状況というか感動というか ね、はい、共有したいなと思いますので、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。続きましてはこちら、こちら D-BOYS 10th Anniversary D-STE 15th 駆け抜ける風のように、はい、こちらがですね、東京公演が10月9日木曜日から19日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。その他2会場あります、はい、まず大阪公演です。大阪公演は10月24日金曜日から26日日曜日まで梅田芸術劇場シアタードラマシティで行われます。で最後は名古屋公演です。名古屋公演は10月31日金曜日から11月1日土曜日まで、名鉄ホールで行われますと。こちら、風を継ぐものシリーズ第4作、はい、まあ、スピンオフ作品、スピンオフじゃないな、もうなんて言えばいいですかね、一応どうなんでしょうね、うん、でも仁助がね主役ですからね、うん、まあ、完全な、まあ、シリーズって言っちゃっていいんじゃないですか、はい、キャラメルボックスから岡田達也、はい、三浦剛、出演新作柏本大樹、はい、この4名が出演するということで、4人目の仁助が、助が登場するということで、ね、とても楽しいですね。4人目、1、2、3、4、うん、で合ってますね、そうですか、はい、5人目、1、2、3、4、5人目だ、あなた4人目、僕4人目、あ、そうなんですか、うん、僕3人目1、2、あ、3人目か、うん、1、2、3、4、3人目だ、うん、そうですね、そうか、うん、回数か、話数で言ったら3人目があるから、もう分からなくなっちゃったこちらの方、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、そしてこちらですね、バン、ブーフウール第3回公演こんにちはアンデルセンさん、こちらがですね、7月12日土曜日と13日日曜日に、お茶の水にありますワテラスザコモンホールで行われると。はい、今週末ですね。今週末ですね、はい、ちょっとお天気が心配ではあるんですけれども、そうですよ、はい、僕ね一回稽古見に行ったんですよ、いやちょっと面白そうですね、ちょっと、ね、楽器とかみんなすごいです ね、これね、はい、なんかねとても凝縮された、うん、70分で書かれますね、はい、のお話になると思いますので楽しみにしたいと思います。こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。でこちらやっとご紹介できますね。でかいですねこちら。はい、ビャン、こちらね、青山ファーストアクトシャープ11アンダーヘアボリューム1幻兄弟。はい、幻兄弟アンダーヘアボリューム1かちょっとわからないですね。ちょっと題名が難しい。題名は幻兄弟、はい、ということでこちらはですね7月18日金曜日から21日月曜日祝日まで、青山演劇劇場で上演されます、はい、渡辺杏里出演ということででーんと出てますね、でかいですよ、はい、チラシがチラシがね、そうそう、こちらの方を見つけたら、うん、ぜひぜひチラシを見るだけでも見てくださいよろしくお願いします。というわけでちょっと雨模様なんですけども、はい、今日から、動き付けといってトゥルースはじっくり芝居のミザンスというかどこを誰がどう配置するみたいなのをつけていって、はい、どんどんとお芝居が形になっていくようにしていきますので、今週終わったらもう通せるかなという感じになると思います、はいはい、来週はまたその模様もお伝えしたいと思います。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さんまた来週、バッハッハー。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです、はい、さてさてこの2作品が今、ええ、一生懸命稽古中でございますよ、はいはい、まあ、同じ稽古場で毎日入れ替わって稽古してるんでね、うん、その、まあ、顔合わせたりね、顔合わせたりはしますね、うん、でもねどうなってるんだろう、だから気になりますよね、うん、それね、それ瞳の時にも思いました、うん、どうなってるんだろう僕だからね、うん、僕ね、やっぱ再演組なんですよね。あ、そうか、瞳。瞳もそうなんですけど、うん、そう。はいはいはい。新作組じゃないですね。うん。本当だろう。成田さん、僕のイメージで描けない。当てられない。僕ね、結構再演多いですよ。過去を見ると。
あんまり新作がねないかも。そうかそうか。あ、まあまあそんなことはない、まあ、あることはあることはまああるんですけど、どうなんだろう、半分ぐらいが新作だったり、その、まあ、フリーソーソークにしても新作ですけど、うん、まあ、キャラクターはね、あったし、ね、うん、なんかね、最近の見るとね、あんまりそう、カビ泥棒のメソッド出てないですしね、うんうん、アラミア雑貨店は出たけどね、なんか再演が多いなっていう。そうなんですよ、不思議な感じで。聞いてみたら、聞いてみましょうかね、うん、なんか聞きづらいなこちら時代劇今やってるんですけどね、なんかなかなかやっぱ大変ですよ、あのいろんなことがあるからね、そう、うん、やっぱね、盾はついたとはいえね、そのやっぱ普段と違って格好がね、うん、剣を刺して、うん、袴を履いてってなってね、うん、思った以上に場が狭くてね、うん、人がいっぱいいると。そうだよね、うん、前はどういう風に動いてたんだろうって思っちゃいますよね、うん、ちょっと行くとも人がいるみたいな感じでね、うん、また暑いでしょ。暑いですよ、みんな髪の毛も切れないしね、そう、うん、だから稽古終わった後みんなボッサボサですね。そうだよね、髪の毛が、うんうん、特に三浦さんがボサボサで、うん、僕も今言おうと思って、はあ、ちょっとね、お母さんそっくりなんです髪伸びてて、三浦さんのお母さんは、ね、そうよく似ていらっしゃる、ね、大阪で、うん、お会いっていうか見かけたことがあって、うん、で多分喫茶店、劇場前の喫茶店で三浦さんと、うん、三浦さんの弟さんとお母さん3人で多分窓際の席に飲みかけてきて、うん、遠くから、あ、三浦さんだと思って見たら、あ、お母さんだみたいなね、うん、ほら受付するじゃないですか、ああ、はいはいはい、で初めて、まあいろんな人のね、はい、ご両親ご兄弟、はい、こう見るわけですけど、はい、もう三浦さんのところだけは、はい、もう何も言われる前に三浦さんだって確信しましたよ。男っぽいとかじゃないんですよ別に。だから、うん、そうそう。なんて言うのかな。なんだけど、うん、分かるんですね。見事に三浦さんが女性化した感じなんですね、うん、あれは。よく言うその娘はお父さんに似て、うん、息子はお母さんに似てっていうのが典型的なパターンですよね。びっくりした。お見せできないのが残念なぐらいです。ね。はい。だから三浦さんの娘さんのゆうきちゃんは多分三浦さん。それはなんかどうだろうな。覚醒遺伝でお母さんそっくりのが。はいはい。わかんないですけど、本当もしあの大阪公園で見かけることが、まあ、この方かって思っていただければ。そうそう、うん、きっとそうです。そんな稽古場なんですよ。みんな髪長いから、ちょっと面白い。ええ。おただだけ短いかな。おただはそんな長くないかな。もう、あ、そうですね、うん、あと梶本くんも今そんな長くないんじゃないですか。あ、そうですね、ちょっと前に客演してて、ね、うん、それがその、傭兵っていうんですか、だからね、うん、海外に行く人 の話だったから、そう長くはないですね、うん、だからまあ長いのは、まあ、僕も、まあ、そこまで長いって言っちゃあれですけど、まあ、一応伸ばしてて今年はずっと切ってなくて、うん、僕と畑中さんと大内さんと三浦さんは長い、伸ばして、うん、はい、もうこれから嫌ですよ夏場とね、髪乾かないし、うん、短いとタオルドライだけでも乾いちゃうから、うん、もうバッサリいきたいですね。そうだよね、終わったらね、終わったらいいのかな、終わったら無伴奏ソナタが無伴奏ソナタ大丈夫でしょ、髪の毛、うんうん、大丈夫大丈夫、長い必然性はないかも、必然性はないはず、うん、じゃあそれしばらくはちょっと伸ばしますけど、はい、トゥルソーダ切りますので、はい、どんな髪型がいいか、はい、ちょっと考えたいと思います、はい、こちら2作品今は稽古中ですので、4月26日からトゥルソー始まりますので、どうぞよろしくお願いします、します、というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、さようなら。